の友情は、いや、絶対、消えない。親友のなほちゃんを呼び出して一日遊んで回ったの。その最後のイベントがこのツインクルガールズライブ。この町有数のライブハウスクラブベータで定期的にやってるんだけど、ここのユニットの子たちが超可愛くて私はよく見に来てるんだ。ツインクルはね、最近夜のランキング番組なんかにも出演してて、どんどん注目度が上がってきてるユニットなんだ。かわいいでしょ。私も何度か番組で一緒させてもらってて、メンバーの子たちとはメールとかツイッターでもよく絡んでる程度には仲良しだったりするんだよ。おー、
ょっと腰の動きが違うけど。ライブが終わってベータの外、箱から出てきたファンのみんなが通りにたまって余韻に浸り合っていた。思わず混じって一緒に感動したかったけど、通りを塞いじゃいけないので我慢。私たち二人は興奮しながら駅の方へ歩き出したの。見て見て、タオル買っちゃった。なほちゃんが物販コーナーで買ったらしいタオルを出してひらひら舞う。大ファンじゃん。いいなあ、私も次買おう。まだ9時か。ねえねえさやか、ガスツ寄ってこう。ガスツ、スイーツ食いたい。そうだね、寄ってこっか。ムフフ、スターミルクプリンスペシャルくだち。なほちゃんが得体の知れないものを注文する。なにそれ、ちょあまじゃない。星が7つ乗っててね、ミルクいっぱいかかっててね、うまいのこれ。この子がさえのきなほちゃん、同じ学校の同じ学年同じクラス。この子も少し私の環境と似ているところがあって、話というか気もあって、よく一緒にご飯とかしてるんだ。何より可愛いでしょ。一緒にいると女子の私でもなんだかふにゃーってなるから、この子大好きなんだね。うまいからさやかにもあげるね。ありがとう。じゃあ私はバターたっぷりパンケーキ。かしこまりました。とても夜の9時過ぎに女子が取るカロリーとは思えないけど、今日は二人とも朝から何にも食べてないから、これぐらいは全然いいのだ。てってててててて。なほちゃんがトゥインクルの曲を口ずさみながらタオルを眺めている。この子こう見えて実は普段は超クール。学校のクラスメートがこの姿を見たら多分びっくりするはずだよ。私と二人っきりの時にだけこんな猫みたいな面白い姿を見せてくれるの。友達としてそれが結構嬉しかったりするんだ。そんなに喜んでくれたら誘った私も嬉しいよ。おもむろに顔を上げて、なほちゃんが私の目を見つめてくる。吸い込まれそうなぐらい澄んだ瞳。どうしたの？心配だよさやか、このところあんまり休めてないんじゃない？顔に出ていた疲労は完璧に消してきたのに、なほちゃんはしっかり見抜く。この子に隠し事は絶対にできないな。この2ヶ月土日なしだったよ。声優さんとかドラマとかウェブラジオとかすごく忙しそう。なほたんもじゃあ毎日飛び回ってるでしょ。ラジオだけじゃなく心霊取材とか読モとか。そうだ、今度映画にも出るんでしょ。すごいじゃん。ただのエキストラだよ。斎藤匠のお城でずーっとフレンチ食べてるだけ。まだ行ってなかったのにどうして知ってるの？ほんとね、田口さんのブログ、超書いてあったよ。太文字で、みんななほちゃんを応援してくださいって。うわぁ。ゲストリとした顔でなほちゃんはペタリと机に伏せる。あの人の横では何の話もできないな。顎を机の上に乗せて、ほっぺたをぷーっと膨らませるなほちゃんをしばらく眺めて、私はいつ切り出そうかと迷っていた相談事に触れてみたの。あのね、なほたん。
今度私のラジオでさ、怖い話特集やるの。あっ！突っ伏したままのなほちゃんが目を開ける。おや？興味ありかな？なほたん声いいしさ、ぜひ出てくれない？リスナーからの怖い話のお便りに専門家のコメントをつけてくれたらと思うの。なほちゃんは机に頭を乗せたまま、しばらく考え込んでしまった。何か心配事でもあるのかな？けれど、私は今一瞬、この子の目がキラッとしたのを見逃さない。もう一押しだ。ね、お願い。なほたん顔出し OK でしょ？うちのリスナーさんたちも私たちの関係知ってるから、なほたんまだーってメールがしょっちゅう来てるし、超喜んでくれると思うんだよね。何より、私がなほたんと一緒にラジオをやってみたいの。にゃむにゃむ。あ、にゃむにゃむした。この子興味を示したわ。あとはカリカリで釣ればきっと飛びつくわ。ほら。にゃほら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 。ごにゃお。たまになほちゃんは猫に、私は飼い主さんに化ける。ギャラは金の猫か？どういうことなんだぜ？じゃなくて、キルフェノンのカフェをご馳走するのでどう？ナホちゃんの顔がパーッと明るくなる。うん、出る出る。ありがとう、大好きナホと。ぶにゃー。なんでシャアするのよ。よし、快諾を取り付けた。私はこの時、顔いっぱいで至福の笑みを浮かべていたはず。ナホちゃんは今本当に人気があって、他のラジオにも呼ばれてたりしてるから、スケジュールを抑えるのが大変な子なのだ。一度仕事でも絡んでみたいと思ってたんだけど、こうもあっさり実現するとは。注文したスターミルクプリンスペシャルとバターたっぷりパンケーキを食べさチェックしながら楽しんでいたら、いつの間にか時計は10時を回っていた。そろそろ帰ろうかと、ナホちゃんと2人で席を立ち、そのままキャッキャンフフしながらキロに着いたの。ナホたん、次学校いつだね。明日行くよ。仕事でだいぶ授業サボってたから、せめてレポート出すようにって言われてるの。あー、なるほどね。うん、さやかも出さなきゃだよ、きっと。次学校行ったら言われるよ。うわー、マジか。まあいいや、レポートくらい一晩徹夜すればなんとかなるさ。ああ、そうだ。家寄って、キビキ先生の本持ってく？読みたいって言ってたよね。どうせ帰り道だし。あ、うん、借りる借りる！おすおす。帰り道、ちょうど私の家に向かう道に、ナホちゃんが住んでる。というか、居候してる作家のキビキ先生のお屋敷がある。事情があって、ナホちゃんは今実家でなくて、ここから学校に通ってる。先生に弟子にしてもらうために転がり込んだって話だけど、この子の行動力にはいつも見習わなきゃって思わされる。先生、ただいま。やあ、おかえり。寒くなかったかい？はい。ん？君は？おろおろ
していた私に目をやり、優しい目でキビキ先生が話しかけてくれた。イケメンだ、ワイケメンだ。こんばんは、はじめまして、大上さやかと申します。ペコリと頭を下げると、先生は優しい佇まいで微笑んでくれる。キビキです。ナホ君と仲良くしてくれてありがとう。いつも君の話を聞いていますよ。嬉しいです。私もナホちゃんからキビキ先生のことはいっぱい聞かせていただいてます。きっと私の失敗談ばかりじゃないかい？そんな、とんでもない。ねえねえさやか、せっかくだからお茶でも飲んでいかない？先生がね、超美味しいセカンドフラッシュのダージリンを買ってきてくれたの。急な振りにオロオロする。夜遅いし、先生に迷惑じゃないかな。いいですか、先生。もちろん。ただ、お家の方が心配されるから、連絡だけしておくといいね。ありがとうございます。じゃあ、少しだけお邪魔します。ゆっくりしていきなさい。ナホちゃんが夢中になるのもわかるよ。さあ、奥へ行きましょう。入って。うん。先生の前だとナホちゃんはいつものクールなキャラに戻っちゃう。家に電話を入れた私は挙動不審になりながらリビングに通された。広くゆったりとしたリビングは和風なイメージとベトナム系のアジアン雑貨や家具が見事に融合して、独特の落ち着いた雰囲気を醸し出していた。素敵。荷物はその辺に置いてください。自由にくつろいでね。では私はダージリンを入れてくるよ。あ、すみません。先生、ありがとう。平気だよ。私も飲みたかったんだ。笑顔を残して、キビキ先生は部屋の奥へ消えていった。素敵。ナホちゃんに誘われて、いくらするのかわからない高級そうなソファーに、私は緊張しながら腰掛けた。おお、沈む。さやか、リラックスしていってね。私ちょっとお手洗い行ってくる。うん、じゃあ寝とく。いいよ。変な姿勢で固まったまま沈んだ私を笑いながら、ナホちゃんが席を立つ。その数秒後だった。ナホちゃんの悲鳴がお屋敷中に響き渡ったのは。びっくりして声のした方を振り返る。田口さんも鍵ぐらいしてよ。ごめんなおちゃん。すごい勢いで扉が閉められていた。噂の田口さん。いやー、修羅場だ。信じらんない。キッチンから目を丸くして顔を出していたキビキ先生もふっと笑って頭を引っ込める。素敵。深い灰色の雫を一滴からも味わうように、そっと口の中に溶かし込む。キビキ先生の入れてくれた紅茶は、それまで私が飲んでいたものとは全く違う味がした。美味しいです。そう、口に合ってよかった。深みのある味と香り、紅茶なんてどれも同じだと思ってました。うちにはティーパックのものしかなくて。